どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速いきましょう。今日9月24日は何の日でしょうか正解は世界ゴリラの日です。 ゴリラといえば愛知県名古屋市の東山動物園にいるイケメンゴリラで有名なシャバーニが真っ先に思い浮かびますがそんな東山動物園の近くにあります美味しいパン屋さんを皆さんに今日紹介をしていきますぜひ東山動物園に行く前に立ち寄ってパンを購入していただきたいと思いますのでぜひ最後までご覧くださいそれでは早速行きましょうレッツゴー 今回紹介するパン屋さんはこちら、ル・プレジール・デュ・パン東山本店です。東山公園駅から徒歩1分のところにあります、フランススタイルのパンとパティスリーのお店です。フランスで15年経験を積んだフランス人オーナーが、フランスの日常の雰囲気を感じていただけるように、フランスの伝統的な製法で日々パンを作っているそうです。朝9時からお店はオープンして、このように店内でモーニングを食べることができるそうです。 店内にはこのように50種類以上のパンがずらりと並べられています。もうどれを選ぼうか迷ってしまうほどの量です。本当は全部紹介したいんですけれども、今回は9種類のパンを選びました。早速どんな味か確かめていきましょう。買ってきたパンをこのようにお皿の上に並べてみました。もう本当に見た目も美しくとても美味しそうなパンたちです。 一番手前に見えるのがこちらのお店の名物でもありますクロワッサンです。フランス産の発酵バターを使用した香り豊かなクロワッサンになっています。続いてこちらのドーム型をしているパンはパンノアフロマージュといってチーズとくるみの入ったパンでございます。そして左にありますのがこちらはチョコチップとオレンジピールの入ったブリオッシュです。そして右上はクロワッサンの生地にショコラを挟んだパンです。 こちらはチーズを使ったパンでして手前2つはベシャメルソースを使ったホットドッグですチーズとベシャメルソースがポイントのオリジナルのホットドッグだそうですそしてこちらはベーコンとチーズを焼いたピザ状のパンでございますさらに手前2つはクロックムッシュといってパンドミとハムとチーズそしてベシャメルソースを使ったパンですいろんなパンがありますが特にこの中でおすすめなパンというのはまずこちらのクロックムッシュです 口の中に入れてみるとこのチーズの濃厚な味が口の中にふわーっと広がりますそして間に挟まれているハムも歯応えがあってとても食べ応えのあるパンになっていますそして続いてはなんといってもこちらの王道のクロワッサンかと思いますとても香ばしくさらにはサクサクっとしていてしかも中身の生地がもちっとしているのが特徴でとても美味しいクロワッサンですそして芳醇なフランス産のバターが口の中に広がるのはもうたまりません このホットドッグも非常におすすめなんです。パンを2つに切っていただきますと、このようにソーセージが入っています。そして一口いただいてみると、もうこのチーズが濃厚でたまらないほどとても美味しいんです。このソーセージとソース、さらにはチーズのこの絶妙なハーモニーがとてもたまらないパンになっています。 さて、今回は東山動植物園の近くにありますこちらのル・プレジール・デュ・パンというパン屋さんを紹介してきましたどれにしようか迷ってしまうほど多くのパンが待っていますそしてパンだけではなくてケーキも取り扱っていますのでぜひ動植物園に行く前に立ち寄ってみてぜひこちらのパンを購入いただきピクニックがてら動植物園に行ってみてはいかがでしょうか 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本ものを紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!